お、テストだ。こう行き止まりだけど掘ってくとなんかあったりするね。ちょっとチェスト見てみようか、中身。いや、聞いてください。来ました。はい、どうもこんにちは、リュウケンです。リュウクラ2パート42やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回は鈍化の矢が手に入るストレイトラップを作った。粉雪を集め既存のスケルトントラップを改造。骨も集まる便利な装置ができました。ということで今回はですね、このね、実写でこう切り抜きを出してやる実況初めてということなんですけども、あいにくの天気ですけども、ウリボー君大丈夫ですか？めちゃめちゃヤギミルク飲んでんな。まあ、そんなね、牛乳ね飲みまくってるウリボー君ですが、今回ですね、冒険やります。疑ってる。そう、前回ね、冒険やるって言ってね、ドッキリ仕掛けたからめちゃめちゃ疑ってますね。もうってことで、どこに冒険しに行くかっていうと、要塞探しをねしたいと思います。以前ですね、このエンダーパール、これをね、あのたくさんねゲットしてきたんで、これをねエンダーアイに変えて、で要塞探ししましょう。早くねエンドラ倒して、まあ、エリトラとかねゲットしたいんで、準備はいいですか、ウリボ君？おほほ、やる気満々ですね。それじゃあ早速行きましょう。じゃあね、早速行きましょうか。部費部費、エンダーパールがね何個かあるんで、はい、じゃあとりあえずね16個渡しとくよ。今私エンダーパールとこのブレイズパウダー、そのね2つを使ってエンダーアイをね作りましょう。これほら、これエンダーアイですね。このエンダーアイを、まあとりあえず、まあ、16個作っちゃおうか。できたー。これをね投げるとですね、そのね投げた方向にこう要塞がありますよっていう風になるので、じゃあウリボーを投げてもらおうか。お願いします。うお、あっちだって、あっち。ちなみにこれね、あのなんか何パーセントかのね確率でこのエンダーアイね投げるとね壊れます。だからねこんだけいっぱいね用意したんだけど。いや結構上に行ってたからこっちだと思うよ。多分ねこの島にはないと思うよ。島にあったらめっちゃおもろいけどね。こっから投げてみようか。はい、おお、やっぱまだまだ向こうだな。じゃあさ、あれどうしよっか。スケルトンホースに乗って行くか、ボートか。ボート、オッケー。ウリボーはねボートがいいらしいので、じゃあボートで行こう。ちょっと俺エンダーアイを拾うわ。ウリボー乗ってんね。とりあえず向こうの方角だね。うん、投げましょう。じゃあ俺投げるよ。いきます、せーの。はい、まだまだやっぱ向こうだね。次あの島に行ったら、あの投げようか。よーし、オッケー、投げます、せーの。はい、お、まだまだ向こうだ。あんまりね、なんかね向こう行くと結構なんだろう、バイオームがね変わってたりするんですよ。アップデートでね地形が変わってるんで。あ、いや、エンドポータルは基本的にね1個だけのはずです、この広いワールドで。確かね1個だけだと思う。あ、わかんない、あれどうだっけ、正確にはわかんないけど、あ、そう、ここね村があるんですよ。ここにあるかな、ここね。あれだから、要はあの 1.1 のアップデートで地形がね変わった場所なんですよ。ちょっと投げてみようか。お願いします。お、あ、向こう側になった。うお、村人がいる。あれ、村人いたっけ、ここ。猫、猫、猫いる。そういえばあれだね、まだうち猫いないね。おお、何こっち来た。あれ、今ウリボーがそこで投げてこっち側だったじゃん。でさっき海から来た、向こう側から来た時はこっちを指してたんですよ。あれ、もしかしてこの村の地下ある。え、消えた。あ、壊れ方変わったね。前はなんかねこうパリーンって感じで壊れたんだけどね、変わったね。こっから投げるわ、この村の端っこ。いきます、はっ。お、下に入った、今ね。まただ。以前のね、リュークラ1のワールドで投げたら、あの、村のね、地下だったんだよね、確かね。すげえ。あー、すごいね。やったね。ちょっとフォロー、フォロー。あー、やめてください。俺の足はやめてください。いやー、すげえ。意外と近いね、じゃあね。あ、ほら、見て、石レンガ。石レンガが来たよ。当たりでございます。よいしょー、ビクシ。うおー、いいね、いいね。要塞到着でございまーす。さあ、じゃあこのね、要塞もね、ちょっと攻略して、エンドポータルね、見つけに行きましょう。うそ、行き止まり？早っ。行き止まり早いな。こっちも微妙だな。行き止まりでした？うそ、待って。あ、こっちは、行き止まりです。おー、リーパー！すげえ、ほら見て、クリーパーと雲が、並んでおります。俺のデモンズソードで、やるわ。はやー！怖い怖い怖い。おい、来いよ。お、来いよ。よいしょー。うまい。クモはどうした？どうした？チェスト？どこ？ウリボどこ行った？いた。
よし、開けましょう。チェスト、中身をボン。しょぼ。さっきね、向こうにもね、扉あったんだよね。ここもね、なんもないね。行き止まり。結構行き止まりだね、ここら辺ね。こっちの噴水エリアはね、特にね、何もありませんでした。じゃあ、エンドポータルはあるかな。あれ？マジ？行き止まりなんだけど。え、ここも行き止まりってことは、外れ。外れとかある。あれかな、地形が変わってから、あるはずだったものがなくなったとか、エンドポータルなくなるとかあるかな。ちょっとね、掘ってみるか。ね、今でこそあれじゃね、これエンダーアイ投げればいいんじゃない。はい。あ、下だ、下。これ下行ったってこと、下だ。掘ろう。え？うお、うお、うお。いや、どんな地形だよ、これ。どんな地形だ、これ。え？下行ったってことは、この下さらにあるってこと？まさかマイナス？そんなマイナスに要塞できるかね。お、お、ほら、ここ石レンガの壁。あ、抜けた。そっちどう？いけ！なんか殴られた。ウリボーだよ、今。やった。また繋がった。果たしてここにあるのかどうか。ぐっちゃぐちゃだね、なんかね。地形が、だいぶね、乱れてるというか。なんか綺麗に整数されてないね。はい。こっちは行き止まり。ってことはマジで下とかあんのかな？ここは特になし。ここは牢獄。うわぁ、なんもねえ。ちょっともう一回投げよう。いきまーす。はっ、何？上行った。どうなってやがる。ちょっとそっちから上上がってみよう。え、ここさっき来たな。あれかな、これ別にエンドポータル目指してるわけじゃないのかな、あの目は。ね。あ、繋がった。だけか。うわ、行商人だ。またいるよ、こいつ。やっぱあれだね、 1.18 アップデート来てから、ちょっとね、地形が変わったのかもしんないね。うわ、チェストだ。こう、行き止まりだけど、掘ってくと、なんかあったりするね。ちょっとチェスト見てみようか、中身。いや、聞いてください。来ました。ちょっとじゃあ、まずチェスト見ましょう。せーの、ポン！うん。はい。って感じなんだけど、ここはいいとして、こっち。来たー！ついに、やったー！エンドポータルでございます。やったー！こいつはね、変だね、虫です。シルバーフィッシュだっけ？ね。っていう虫ですね。やっと見つけたよ。壁をね、ボコスカ掘ってったら、なんか別のね、通路に繋がって、で、見つかった感じですね。やっとぜ。喜んでる、喜んでる。こいつどうする？このシルバーフィッシュ。トラップにする？これをね、トラップにする人なかなかいないよね。こいつ倒してもなんか何もらえるか全然記憶にないけど。しかもさ、明るくしてても確かね、出てくんだよね。さあ、やっと見つけたということ。うわ、出てきた。湧いた湧いた湧いた。ほら。倒せ倒せ。あ、倒した。でしょ？なんもないんだよ。痛い！痛い！なんだお前、なんだお前、なんだお前。急に来た。うわぁ！びっくりした。うわ、ほら、なくなってんじゃん、スクブロック。危険だ、やっぱりこいつら。とりあえず、じゃあ、せっかくエンダーアイ持ってきてるし、開けるか、ポータルを。ポータル開けて、終わりにしましょう。さあ、ウリボー置いていこう。いきます。せーの！来ました。さあ、これ襲われてんじゃん。あ、襲われてる、襲われてる。襲われてます。よし、これでね、エンドへのね、道ができたということで、いつでも入れるよ、ウリボー。入ったら戻ってこれません。入ったらもう帰れません。シルバーフィッシュに殴られて中に入るって全然ありえるよ。危険。はい、ということで、今回はね、これぐらいで終わりしたと思います。無事ね、要塞見つけて、エンドポータルもね、発見できて、よかったね。まあ、次回は、エンダードラゴン戦になるかな、おそらく。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、評価、お願いします。また、ツイッター、インスタグラムやってますので、フォロー、増します。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでしょ。グッバイ。